みんなが思ってる以上にやっちゃってます。拳で模範して作られたキャラクターが脇役の中にいたわけなんですね。確かにね、はい、で、おいおいおいやってんじゃねえかっていうのをさすがに言われまして、はい、タケです。バイナンです。タケのバイナンチャンネルでーす。大丈夫です。いつもご視聴ありがとうございます。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はコメント拾いじゃないんですけど、あら、これ気づいてる人いるんですかね、ここ何本かの動画、はい、これ音質が変わってる実はと思う。はい、これマイクがね届いたんですよ。皆様のおかげでございます。ありがとうございます。本当にそうですね、こればっかりはありがとうございます。本当にそうです。だから分かんない、今今日撮ってるから、うん、編集して上がった段階では音変わんねえなの可能性あるんだけど、はい、きっと改善されてるはず。はいね、もう危なかったですから、これもう本当にね、某通販サイトで買ってななんか不在票が入ってるの入ってないので、さっきまでペペイライラしてましたから。そんな、まあまあね、それ乗り越えて今届いてます。そうですよ、そう、不在票が入ってないのに届けたけどいなかったですっていう通知が来たんですからピンポンも鳴ってない、電話も鳴ってない。よくないよね、それはね。はい。そんな乗り越えてのマイクでございますからね。はい。これから多分ずっと相棒としているんでしょうから、はい、よろしくマイク。はい。頑張りましょう。はい。本当に優しいお兄さんの届けてくれました。ね、ありがとうございます。さあ、ということで本日の曲は。珍しい。ね、びっくりした。寝起きが出てますね。バレたね。珍しい。何でしょうか。本日の企画がオズワルドって何？お世話になってましたね。お世話になってます。あ、それはねそれはちょびひげメガネワンダーボーイの。そう、いや、オズワルドやっぱイメージはそっちの調子ね、今僕はオズワルドっていうこと。はい、そうですよ、はい、まあ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 、オズワルド3の方はそうですね、 M1 ファイナリストのオズワルドも見ますけど、はいはい、オズワルドザ・ラッキーラビットです。え、これこれオズワルド・ザ・ラッキー・ラビットっていうの？そうですよ。そんなプロレスラーみたいな名前なの？タイガー・ジェット・シーンみたいな。そう、あ、そう知らなかった、まあ、幸せウサギのオズワルドっていう。そうか、そうか、はい、オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット、はいはいはい、まあ、フルネームというか名前がありまして、はいはい、なんとなくキャラクターデザインは分かります、うんうん、あの耳がね、ピョンと入ってるような、うん、本当ミッキーに似てるようなキャラクターなんですけども、うんうん、もともとウォルト・ディズニー・スタジオというものはオズワルド・ザ・ラッキー・ラビットから正式にスタートしていったと言っても過言ではないんですよ、うん、ただこれはアニメーションの歴史で見たらオズワルドから始まったんです、うん、まあこれがどういうことかと言いますと、うん、今日レストラン入んのって3回で終わりって感じ。このオズワルドを巡ってのいわゆるディズニーとあんまり似つかわしくない、皆さんよく言いますよね、僕もよく言われます、ディズニー芸人、あ、やっぱ USJ とか大嫌いなんだっていうこの因果関係、うん、まあ、周りで言ってるだけっていうのもありますよ、うん、ただ実はみんなが思ってる以上にやっちゃってます。拳でこうではない、拳でこうではないから、お互い認め合ってなんですけど、もちろんね、もっと前からそういうような関係性っていうものは知られてないところだったんですっていう、はいはい、でさっきの話にちょっと戻りますけど、アニメーションの歴史って言いました。もともとウォルト、メリーポピンズだったらさ、うん、アニメーションと実写を融合したような作品ってところどころ出てきて、うん、まあ、南部の歌とかもそうですし、うん、ロジャラビットもそうなんですけど、うん、もっと前からやってたんですよ、うん、っていうのも世間で実写の中にアニメーションを登場させるっていう手法はあったんです、うん、それができるならば、うん、っていうのでボルトは、うん、アニメーションの中に実写を入れようっていうような作品を取り出したので、うんうん、で、これが今みんなが知ってるアリスのもっと前のアリスコメディシリーズっていう、うん、シリーズがあったんですよ。うん、それで一番最初にやりました。それで4年ぐらいやってたわけなんですよ。うん、IQ も見つかって、これでこういい感じに調子が上がってたんですけど、その中で実写のキャラクターと脇役の中でジュリアス・ザ・キャットっていうキャラクターがいたんですよ。うん、これ名前も似てるんですけど、うん、フィニックス・ザ・キャット。うん、わかる、有名な、知らない、耳がさ、チョンとなった黒い感じのキャラクター、うんうん、検索したらマジでわかると思う。おお、はい、ジュリアスの方がディズニーが、アリスコメディシリーズで入れてたの、うん、で、さっき見たのが、別作品で
いたビークジャケット、うん、模範して作られたキャラクターが脇役の中にいたわけなんですね。確かにね、はい、で、おいおいおいやってんじゃねえかっていうのをさすがに言われましてはいはいはい、はい、すいませんでしたじゃないけど、はい、やってんじゃんってなって人気が低迷していっちゃったんですよ、はいはいはい、でそこでこれちょっと一旦このシリーズ畳みます、うん、新しいアニメーションを作っていきたいって思ってます、うん、実写と融合してたけど完全アニメーションの世界を追求していきたいというふうにボルトがなったところで誕生したのが、うん、アブアイワークスがデザインを担当したオズワルド・ザ・ラッキーラビット。なるほどね、はい、うん、でシリーズ終了しました、うん、オズワルド作りました、これで行かせてくださいっていうような配給を頼んだのが今のユニバーサル、はい、ユニバーサルピクチャーズ、はい、でプロデューサーでチャールズ・ミンツさんっていう方がいたんですけど、この人をプロデューサーにしてアリスコメディシリーズやって新しいの持ってきました、うん、そしてこのチャールズ・ミンツさんとまた再スタートを切ったわけです、うん、で1作品目作って、でいやいや全然だよ、何このちょっとなんか吹っ飛ったなんか見にくいキャラクターは、なしなしなし、1作品目言われちゃったんですよ、かわいそうなパパって、うん、その2作目の方の、トロリートラブルっていう作品でこれだったら OK ということでオズワルドをゴーするわけですね、うん、そこで大ヒット、素晴らしい成績を収めるわけなんですよ、うん、イケイケオズワルド、うん、いいぞいいぞってなるんですけど、これたったの、1年間で終わります。あれ短いね、はい、これ正式に言うとウォルトが手掛けるオズワルドが終了するんで、なるほどね、っていうのも2年目になって、うん、これウォルトが、まあ、ウォルトもウォルトで、うん、もう儲けた分次の作品を豪華にもっとお金使っちゃうから、うん、もう1本あたりで5万円ぐらいしか稼げてなかったんです、うん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 、短編アニメーションの1本で5万だから、うんうんうん、っていうようなすごい稼ぎが少ないような状態になってたので、うん、こう交渉をしに行ったわけなんですよ、うん、ちょっとこんだけ調子いいんでちょっとオズワルドちょっともうちょっともらえないですかねっていうふうに言ったら、うん、いやいや新しい契約書これだよって言って今よりもっと額低いです提示されます。ほう、はい、ミンツさんから、ほう、で読み直してみたら、うん、気づいたらオズワルドは向こうの手に渡っちゃってたんです。なるほど、もうウハウハ状態でやったやった契約だってなって契約したもんだから読んでなかったけど、うん、権利は全部向こう、利益とかもほぼ全部向こう、うん、しかも挙句の果てにはウォルト・ディズニー・スタジオ、このオズワルドを作るために、うん、こう近い人に頼んで一緒にちょっとアニメ作ってくれない、うん、って言って兄のロイにも手伝ってもらって、うん、アバイワークスにも書いてもらって頑張って集めた仲間、うん、そのほとんどを引き抜かれたんです、うん、はー、両手ポップコーンで埋まっちゃってるからチュロスあーんして。そうなんだ、はい、はー、なんでミンツさん、いわゆるユニバーサルピクチャーズの方の陰謀としては全部吸収してやろうというのを考えてたわけなんですよ、はあはあ、そしてウォルトにも言われました、はあ、お前もこっち来ちゃいなよ、はあ、それに対してウォルトは、うん、まっぴらごめんだね、うん、って言ってそこを去ることにするわけですね。へー、かっこいい、ウォルト。そして残ったのは兄のロイと親友であるアブアイワークスのみと、うん、おー、なるほど、そんな状態で終わった。でも、うん、まっぴらごめんとか言っちゃったけど、うん、どうしよう、マジで強かったけどね、もう帰ったってやることないよって時に、うん、ネズミのキャラクターが浮かんでくるんですね、うん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 、そこで生まれたのがちょっとオズワルドをちょっとさネズミに置き換えてさ、うん、キャラちょっと作れない、あ、結構いけそうだよ、アバイワークスが言いました。そして誕生したのがミッキーマウスでございます。最高だね、はい、救世主だ。ウォルトは今でも言ってます、うん、今でも忘れないでほしい、全ては一匹のネズミから始まったんだと、うん、そんな名言を残すぐらい、うん、ここでもう人生のどん底から逆に這い上がっていくというようなね、うん、そのサクセスストーリーがあるわけなんですよ、うんうん、でそして2006年です、うん、オズワルドがこっちに帰ってきました、はいはいはい、ということで今はオズワルドも、うん、あのディズニーキャラクターとして入っていますよと、うん、ちょっと前まではディズニーシーでも会えましたしと、うん、そしてその、ユニバーサルピクチャーズという会社がオズワルドを奪っていきました、うん、そしてユニバーサルピクチャーズ、このオズワルドを使ってるにもかかわらずウォルトが抜けていくからどんどん人気が下がっていきます、うんうんうん、やはりウォルトの存在が必要だったんですよ、うん、そしてそのユニバーサルピクチャーズが次のアニメーションを出すので、うん、ウォルトが抜けたのが1928年です、うん、1928年の2月に抜けて、うんうん、同い年の1928年の11月の18日にミッキーを見ます、うん、あ、そこの9ヶ月で作ったんですよってすごいのもあるんですけど、うんうんうん、次の、大ヒットがユニバーサルピクチャーズね、1940年です。え、そんな12年間空くんですよ。あ、そうなんだ。それがウッドペッカーです。あー、ウッドペッカー
かね。はい、そこまでずーっとやっちまったってなってたんです、ユニバーサルの方が。そんな因縁があるユニバーサルとディズニーなんですよ。あ、一番最初ってことだよね。そうそうそう、本当に一番最初にあったんです。で、今はもう返還されてっていうような、お互いのその切磋琢磨のライバル、競合会社でございますけども、そのような関係性があった上で、俺とはそんなようなミスというか、過ちを犯してしまったので、ミッキーたちを守るために権利が非常に厳しいんですよ、というような今と至っているわけですね。そのようなオズワルドの歴史でございました。なるほどね、はい、いや、いいお話でございました。ありがとうございます、ご清聴いただいて。いえ、こちらこそありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。よいしょ、一旦やめさせてもらいます。そんななよなよして終わらないわ。一旦やめさせてもらいます。いいね、なんかね、はいはいはい、あれ、あ、そうか、オズワルドね、そうか、戻ってきた。そうそうそう、戻ってきて、グッズもいっぱい出てる。あれ、オズワルドはネズミだっけ結局。ウサギ、ウサギ、ウサギか。いや、ミッキーの、なんかミッキーのタイミングよ、いいね。ほんと助けてきたみたいなタイミングだね。すごいよ、ほんとに。いいなぁ。